北山崎断崖北山崎は、三陸復興国立公園の北部、岩手県下平郡田野旗村北山にある断崖絶壁の自然景勝地。北は黒崎、南は弁天先まで続く高台の中間付近にある。山瀬と言われる風や濃霧が、海上に発生しやすく、雲のような霧が断崖六の海面を覆う時もある。海面からの高さ200メートルの大海色崖が、 連なる景色は、日本交通公社全国観光資源評価の自然資源、海岸の部で唯一の特永久に格付けされた。8月でも霧が発生する北山崎自然歩道、山瀬は、春から秋にかけて、黒潮が北上したり、親潮が南下する時期、オホーツク海気団が太平洋側に張り出すと発生しやすい。北東あるいは、東からの湿潤で、冷たい風や濃む、 海面をはうような雲や濃霧が三陸北部の断崖にかかる時もある。東北南部の宮城県や福島県の場合、梅雨明けから夏にかけて農作物に影響し、例外をもたらす原因となる北東からの湿った冷たい風や気象状態、その時に発生する濃霧なども含まれている。普代村と田野端は海底から隆起した大地で火山活動により溶岩が 海の方へ流れ出た際、岩岳だけ火山砕雪岩として積もった層が押し出された。それが氷河や大津波によって削られた断崖地形。黒崎やウノス断崖の方は粘性の強い溶岩の跡が崖の背後に間近にあるのに対し、北山崎断崖は粉砕された火山砕雪岩の堆積層が厚かったため削り残された奇岩の多い断崖となった。ありがとうございます。